まず三軸ジャイロって何かというところからなんですけども、まあ、模型のヘリコプターですと大半がもうスタビライザーバーというものがついてまして、まあ、何の役目をしているかというと、いわゆる綱渡りの時の安定棒みたいな感じですね。これがないと操縦が難しいと。そこでそのスタビライザーバーの役目を電気的に行おうというのが三軸ジャイロだと思います。この三軸ジャイロっていうのは自立安定装置とはまた違うと思うんです。操縦は楽にはなると思いますけども、完全にその練習せずにヘリコプターが飛べるかっていうようなものではありませんので、その辺だけちょっと間違えないようにしていただきたいなと思うんですけども、三軸ジャイロを使った時のメリットですね。何が一番いいかと言いますと、ホバリングも安定してできて、上空もフルスピードで水平飛行ができて、なおかつ 3D1 個の機体でできるっていうのがバー付きを超えてるところではないのかなってすごい感じします。特に横風とかがすごい強い日なんかがより性能が発揮できるところじゃないのかなと。上空の水平飛行が、とにかくまっすぐできるっていうことですか。全然なんかパワーないヘリでもピッチングを起こさずできる。で、風強くてもピッチングを起こさない。回転が低くても起こさないっていうところはすごいなと思ったんで、ちっちゃいヘリコプターだと風の強い日って多分つまんないと思うんですよ。ジャイロをつけることによって風に対しても制御がやっぱ早く働いてますんで、その上空の水平飛行とかはピシッといったような感じでできるんで、練習のできる条件っていうのが広まったかなと思います。あとは宙返りしようと思うとどうしてもアップだけ引くとよじれちゃったりとかするんですけど、やっぱり冷静にアップだけ引こうというような意識をすれば本当の同じ面で宙返りはできるなっていうのも分かりましたね。ホバリングしててもやっぱこうは来ないんで、やっぱ煽られてもやっぱ上下だけの煽られ方になるんで、上下のピッチだけにすごい集中できるというか、台風になったり後ろからヘリコプターの風を受けるとエルロンを左に打たなきゃいけないとかっていうような、やっぱヘリ独特の癖っていうのがあるんですけど、これジャイロが入ってるんで横から受けようが前後ろ受けても一切トリムっていうのはずれないんで、ピレットとかも非常にやりやすいですし、本当にいろんな機体やってそれのパラメータを取って、でそれの平均値出して、でもう一回やって、でまた平均値取ってみたいなのが一番大変だったかな。ヘリ分かってる人は違いはすごい分かると思います。もうなんかしっかり上がるっていう、離陸だけでも、でホバリングして舵打って、すっげー舵よく効くっていうか、よく入るっていうのかな、初動がすごい入るなっていうのは感じると思います。どうしても 3D できる機体で、まあ、F3C やろうと思うと、もう舵が切れすぎちゃって、もう上空なんかもピッチングしちゃって、まあ、ましては繊維になんかもうやはり難しいというような感じになるんですけども、まあ、ジャイロがあるおかげで感度を切り替えるだけで両方の動きができてしまうっていうのは一番魅力じゃないですかね。